はい、こんばんは。今日は2016年4月、高3の新研究模試の Y3 をやってみますね。1、1、2、2、3、4、4、5、6の9枚のカードが袋の中にあると。この袋の中から同時に3枚のカードを取り出して、その3枚のカードに書かれた数の積掛け算を X とする。また次の規則によって Y も定めると。規則、3枚のカードに書かれた数が全て異なるときはその最大の数を Y とすると。で、3枚のカードに書かれた数のうち2つの数が同じだったら、もう1つの数を Y とすると。で、1番、X イコール3の確率、2番、Y イコール3の確率、3、X が偶数であったとき、Y が5である条件付き確率。はい、行きましょう。ちょっと3番がめんどくさいですね。はい、じゃあ行きます。別紙に行きますね。じゃあ、この9枚があると。で、まず1番。X が3ってことは、113の3枚を取り出せばいいんですね。113。で、よって QC3 分の、私これ1って書いてあるけど、正確に言うとね、1が2枚か。2C2。で、3が1枚しかないですね。1C1。僕はこれを分子に持ってくればいい。まあ、だから、まあ、1なんだけども、ね、2C2 ってのは1、1C1 も1ね。だから QC3 分の 2C2×1C1。ということで84分の1だ。そっちの方がいいかな。で、2番。Y イコール3となるのは、3枚のカードに書かれた数が全て異なって、場合分け2つあるんだけども、1つ目。3枚のカードに書かれた数が全て異なり、そのうちの最大の数が3でいくか、3枚のカードに書かれた数のうち2つが同じで、もう1つが3の2つの場合で場合分けします。まず1個目。3枚のカードに書かれた数が全て異なっていて、そのうちの最大の数が3ってことは、1、2、3の3枚のカードで出せばいいので、じゃあ QC3 分の、1が2枚、2C1。で、2が、また1、2枚あるから 2C1。で、3は1枚しかないから 1C1 ね。ということで、84分の4と。で、これ保留しといて、じゃあ、場合分け2番。3枚のカードに書かれた数のうち、2つの数が同じで、もう1つの数が3。つまり、113とか223とか443、この3パターンですね。で、113は2枚から2枚。で、3は1から1枚。足す。2は2枚しかないから 2枚から2枚ね。2C2。で、3は1枚しかないから 1C1。足す。4は2枚だから 2C2 かけ、3は1枚だから 1C1 ね。だから、113を選ぶ場合の数。223を選ぶ場合の数。443を選ぶ場合の数。で、分母は QC3 ね。ってことで、84分の3と。じゃあ、以上1、2は互いに、互いに廃反だから、84分の1、これ倍分け1番。で、これ倍分け2番の84分の3ね。足して、12分の1。これは回答です。はい、続いて3番がめんどくさいんだけども、まず A っていう事象が X が偶数ね。で、B っていう事象が Y が5。と定めると、PAB、今回の問題、X が偶数であったとき、Y が5である条件付き確率。だから、この確率を求めればいい。PA 分の P、括弧 A かつ B ね。じゃ、まず1個目。X が、偶数でないとき考え、偶数はね、たくさんあるので、偶数でないとき考えます。つまり奇数ね。そしたら、113、115、135しかないですね。偶数でない、奇数ってことは。ですよね。だ奇数が1個でもあればいいと。ですよね。奇数が1、あ、奇数が3個、奇数、ん?奇数が、違う違う、奇数が、1個でもあればいいじゃねえよ。奇数が、よし、3、あ、だから1が、1か、だから113、だから2とか出ちゃまずいんか。2が出たらもう偶数になっちゃうか。だから113、115、135、この 3個しかないと。偶数でないっていうのはね。はい。じゃあ、いいかな。だから奇数が3つも出ればいいんか。奇数が3つもね。そしたら、113は、QC3 分の1が2枚、2枚から2枚ね。3は1枚から1枚で84分の1と。で、115は1が2枚、2枚から2枚で、5は1枚から1枚で84分の1と。で、135はそれぞれ 2C1、1C1、1C で84分の2ね。で、これ足して4次を考えたら84分の80。偶数でない、つまり奇数の確率がね。あ、違う違う。だから偶数の確率、ごめんなさい。偶数の確率が84分の80。次。Y が5であり、かつ、X が偶数。で、具体的に言うと、125、145、235、245、345のパターンか、225、445のパターン。だから、それぞれ確率出しました。
84分の4、84分の2、84分の4、84分の2でこれが84分の1、84分の1ね、まあ、例えばこれやったら、分子が 2C2×1C1 ねって考えれば1ですね、分子ね。で1には互いに排反だから、P の A かつ B は84分の18と。ということで求める確率、条件付き確率は84分の80を分母にして PA ね。で P の A かつ B が84分の18と。ということで40分の9。これは回答となります。いいですか。外がちょっとうるさいですね。いいですかね。でもう一回3番だけね。3番のこの確率が、もっと言うと倍の数が出せるかどうか。じゃあこれちょっと置いときましょう。じゃあ説明以上で終わりします。はい。